ハイライトで振り返ってみることにいたしましょう。さあ、その山田の立ち上がりなんですが、少しどうかなという感じだったですね。ちょっとね、久しぶりの登板ですからね、はい、緊張感のことなかなか自分のものにはなりませんでしたけどね。ただ阪神打線がここでというところで1本が出ませんでした。0点に抑えます。そのあたりはね、はい、多少大事の粘りはあったということは言えますよ。新井サードゴロでランナー2人を出したんですが、0点に抑えました山田。そしてスタンリッチの方の立ち上がりなんですが、こちらの方がまだ安定感がありましたよね。たまに力もありましたしね、低めをきっちり投げられてましたからね、はい。まあ、結果的に3人で抑えました。1回の裏のスタンリッチの攻撃でした。スタンリッチのピッチングでした。さあ、3回の表山田なんですが、ワンアウト2塁1塁。まあ、ここでも鳥谷のセンターフライ、マートンのレフトフライですもんね。この辺りは粘りがあったということは言えますよ、はい。さあ、一方のスタンリッチの方なんですが、4回の裏、本田がピッチャーゴロ。これをちょっと目を離すのが早かったですか。慌てましたね、やはりボールをキャッチする前にランナーを見てしまったのがエラーの要因ですね。その後満塁のピンチでノーアウト、長谷川センター前タイムリーヒットでホークスが1点を先制して、なおも満塁でダケア、ライト前2点タイムリーヒットを3点目が入ります。さらに1塁2塁で柳田、このバッティングです。逆方向、4点目を入れました。なおもノーアウト1塁3塁から今宮、左中間を破りまして2点タイムリーツーベースが出まして、この回6点を取りまして、もうスタンリッチをノックアウトしますよね。まあ、この辺りはね、はい、本当に打線のつながりの良さを感じますね、みんなバッターがね、非常にバックも触れてますよ、はい。そうですね。さあ、そして5回です。2番手鶴見に変わっておりますが、ワンアウト2塁から松田、レフトオーバーのタイムリーツーベースを打ちまして、7点目。これから7、8、9、10点目と入るんですが、全部タイムリーツーベースですもんね。共に長打ですからね、まあ、やはり甘いボールとはいえども、はい、しっかりああいう風な形で長打で結果を出すわけですから、はい。まあ、本当に破壊力は抜群ですよね。そうですよね。ダケアタイムリーツーベースが10点目ということになりました。で、6回玉木がマウンドなんですけども、この内側の1本、これうまく拾ったという感じのバッティングでしたよね。ちょっと前さばきでしたけどね、はい。まあ、でもよく飛びましたね。そうですね。これで12対0です。で、山田の方なんですけども、これ7回のピッチング、ワンアウト1塁から清水センター前ヒット、続くしかし今西岡空振り三振、ヤマトセンターフライで0点に抑えます。まあ、この辺りがひょっとしたら山田の良さなのかもしれませんね。まあ、本来であればこういう風な、ね、序盤でピッチングになってもくると、はい。まあ、本当に安心して見てられるわけですよね。そうですね。で、3番手の岩崎、まあ、調整も含めた登板ということだったんですが、9回ツーアウトランナーなしから清水をセカンドゴロに打ち取ってゲームセットということで、終わってみれば12対0という大差のゲームになりました。昨日の負けを今日取り戻したソフトバンクホークスです。これで2勝2敗ということになりましたが、さあ、この打線のつながり、勢いが出てまいりましたホークスです。ですからね、まあ、打線にこういう活気ができてきてるうちに、はい、やはり先発